嫌なことに出会った時、その解決には3つの方法があります。戦うこと、逃げること、そして我慢し続けることです。実際問題として、我慢し続けるという道を選ぶ人が少なくないでしょう。ところがここに第4の選択肢があります。嫌なことや不愉快なことを感じなくなるという方法です。自分がかなりのものである、ちゃんとしたものであるという考え方を投げ捨ててしまうと、不愉快や頭にきたとかいう感情が著しく少なくなることに気がつきます。自分が大したものではない、大した存在ではないと思うと、自分こそと考えていた多くのことがどうでもよくなってきます。傷つく自分も不愉快に思う自分も存在しない状態です。すべてにおいて言えますが、誠実な生き方をただ淡々と積み重ねていくのはどうでしょうか。そこで力む必要もないし、気合を入れる必要もなくて、ただどうしたら喜んでもらえるかだけを考えて取り組んでいく、それが誠実な生き方になります。